こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は2024年のクイーンカップの予想。やっていくわよ、おう。先週の如月賞、今週の共同通信杯と3歳のクラシックを占う重賞ね。そうね。近年は共同通信杯がクラシックを占う上でかなり重要視されているけど、クイーンカップも牝馬クラシックを占う上ではかなり重要視されるレースになりつつあるからね。去年はオークス2着でクラシック路線でも安定して好走したハーパーが出ているし、一昨年の2着には牝馬2冠で小馬になっても強いスターズオーナースを出しているわね。舞台は東京競馬場のマイルだし、広々としたゆったりしたコースでやれるのは実力を測るのにもちょうどいいし、この時期に東京競馬場を経験させることは桜花賞よりもオークス狙いの馬という厩舎の意思も感じるわね。どういうことなの？共同通信杯もそうなんだけど、東京競馬場をこの時期に経験させておくのは皐月賞も狙ってるけど、ダービー狙いの仕上がりの早い馬が多い。去年のダービーバタスケーラもそうだし、プラメンテやシャフリアールもそうである。直前のクラシックトライアルを使って本番を戦うローテーションは昔は普通だったが、今はレースのレベルが上がってみんながみんな仕上げてきて、レース間隔を空けないと馬により負担がかかる時代。そんな流れで春のクラシック路線は皐月賞、ダービーか桜花賞、オークスと連戦する形になる。その間に NHK マイルカップを走る馬も時たま出てくるけどね。そうなると、自然とダービーの予行演習ができて、賞金も積み重ねられるチャンスもある共同通信杯に人気が集まるってことよ。しかもしくじったら皐月賞トライアルもダービートライアルも残されてるしね。そういう意味では腕試しができて、ダービーの予行演習ができる。しくじっても道は残されている。という共同通信杯は非常に重要なレースになるわけね。ただし、牝馬版共同通信杯とも言えるクイーンカップになると状況は少し変わる。おお、なぜならば牝馬クラシックの優先順位というか、ダービーの格は桜花賞だからだ。だからどっちかというとオークス向きだったり、秋華賞、小馬になってから活躍しそうな仕上がりの遅い馬に選ばれる傾向があるわ。確かに。今回のメンツも2歳戦でブイブイ言わせた馬っていうのはあまりいないわね。どっちかというと桜花賞の思想として阪神ジュベナイルフィリーズだったり、トライアルのチューリップ賞があるからね。だからこそクイーンカップは少し共同通信杯とは趣が違うわけよ。同じマイルだし桜花賞につながるレースかと思いきや、近年は桜花賞好走馬ほぼいないし、クイーンカップ優勝馬で桜花賞勝った馬は関東がまだ強かった頃の1976年のテイタニアまで遡ってしまう。それに比べて、オークスや秋華賞の方がクイーンカップ組の好走率は目立つ。近年ではクイーンカップ勝ち馬でクロノジェネシスと赤い鳥の娘の2頭の秋華賞馬を出しているし、もう少し時を遡るとオークス馬のダイワエルシエイロや梅のファイバー、大穴でオークス2着の中2位なんかが出ている。つまり、NHK マイルカップで勝ったアエロリットやメジャーエンブレムもいるけど、牝馬クラシックを考える上では仕上がりの遅い待機かどうか、っていう視点で見ないといけないわけね。で、そういう視点でこのメンバーを見るとどうだろう？すごく、難解です。そうなんだよねー。先週の如月賞みたいなメンバー。まあ、まだマシだけどさ。それでも出走馬の中に牝馬を買ったばかりの馬だったり、未勝利を抜け出してここに来た馬が多いわね。去年の覇者ハーパーだって牝馬負けて、未勝利勝ってここで勝ったし。それもクイーンカップ含めて、福永、イーガン、川田優雅と騎手もコロコロ変わってるし。乗るのは今じゃないというか、春のクラシックが重視されてるから、成長の遅いここを目指す馬はあまりトップ騎手の連続騎乗にこだわらなくてもいいのかもね。おお、そしてクイーンカップの舞台は東京マイル。スタートから3コーナーまで長いから枠の有利不利はないし、直線は長いから展開の有利不利はないチャンピオンコースと言える舞台だけど、先週の東京新聞杯を見る限り、かなり馬場に有利不利がある印象なのよね。確かに。最内付近を回った馬が上位を独占していたし、その理由は春のダービーのために馬場を保護するから、この東京開催は一番外のどコースで開催されてるからなのよね。
よりコーナーが大回りになるし、開幕2週目であれば中間雪が降ったのはあるけど、内外に平等だから関係ないと思う。つまり、外馬は数馬は圧倒的に不利、内枠が有利ってことね。そういうことね。だから、よほど大物だと感じない限りは新馬や未勝利からの挑戦の馬は買いづらいわね。外枠の馬は特にね。おお、具体的には実績上位のサフィラがちょうどいい物差しになるわね。この馬は阪神ジュベナイルフィリーズ4着だけど、成長が足りない印象があって、3着に3馬身差をつけられての結果、サフィラの3馬身前を走れるのか、っていう命題にクリアしたものを馬券戦略として買いたいと思うわね。つまり、サフィラ以上の馬がいなければ、サフィラが本命ってわけね、で、今回本命に選ぶのは、サフィラじゃなくて、ちょっと外枠が気になるけど逃げるルージュスエルテよ。この馬は初戦の新馬戦は惨敗したんだけど、難しい馬なのかスタートして、口を割って下がるアクシデント。前は1000メートル通過 63.4 秒というドスローで最速の上がり 33.4 秒を繰り出すも届かず、その後未勝利、1勝クラスと連勝し、ここに挑んでくるがどちらも1秒近くタイム差をつけての圧勝。確かに相手はかなり弱い相手だったから当然といえば当然なのだが、未勝利の新潟戦400メートル戦のタイムが悪くない。大外枠から先手を譲らずに逃げたんだけど、ニハロンメガ2歳戦にしてはかなり早い 10.5 秒。1000メートル通過が 58.7 秒、そこから少し気合をつけただけで、後半ニハロンのラップが 12.0 秒、11.8 秒と加速ラップ。直線は新潟内回りだから360メートルと長くはない。その条件で上がりは同率で3頭いるが上がり 35.7 秒の最速を出している。そして、10月に1勝クラスを勝って、間隔を空けてここに来るのはここを狙ってきていると言っていい。左回りにをこだわって使っている印象もあり、競馬ゆっくり的には桜花賞より NHK マイルカップを狙っていると思うわ。逃げる客室も打ちさえ取れればストロングポイントになるし、隠されたギアがあると感じての本命指名ね。この馬は、難しいわね。もしかしたら隠されたギアがない可能性もあるし、そこが唯一の懸念点ではあるわね。ただ、少なくとも点のスピードは実証済みだし、対抗する逃げ馬も見当たらないし、この馬場なら隠されたギアがなくても逃げ粘れると考えての指名ね。おお、出資者からはやめてくれって声がこだましそうだけど、ちなみに対抗はサフィラよ。クラブ馬を沈めるな。この馬は競馬ゆっくりがこの世代でシルクで申し込んで最優先で落ちた馬だからね。存分に乗ろ。いや、注目していきたいし、この馬の血統はサリオスと同じ母で少し重厚で仕上がりが遅いと思うのよね。サリオスは例外というわけね。そうね、あの馬使うレースさえ間違えてなければ今頃悲しい悲しい。まあ同じ兄弟のサラキアも晩成傾向でラストランの有馬記念で2着になったくらいだし、デビューは早かったけどクイーンカップの文法通りの成長の遅い馬で、この舞台ではなんとか主役になれる馬なんじゃないかしらね。おお、ってことはここで勝ったりしたらオークスは結構勝ってみたいってわけね。そういうことね。秋華賞も含めてね、なんだかんだ言って、アルテミスステークス2着で上がり 33.4 秒はそこそこ優秀だし、阪神ジュベナイルフィリーズだって変な競馬はしていないし、軸にするなら無難にこの馬じゃないかしら？おお、タンアナはアルセナールね。この馬は新馬戦のパフォーマンスがすごいからね。しかし、今回頭は難しいと判断したわね。どういうことなの？血統的にも兄弟にナミュールやラベルなどの重賞馬や G1 馬がいるから、素質は間違いないし、間違いなく走る馬だと思うんだけど、この馬さ、脚部不安の爆弾、弓足に見えるのよね。は？弓足って、めちゃくちゃ故障しやすい足じゃない。そうなのよ。で、その馬体を見てから新馬戦を見るとさ、残り200メートルで森のレッドスターを軽く切り裂いて、その後ルメールが抑えているんだけど、これ、エンジンのかかりが遅い。
だから府中を使いたいという思惑が見えるんだけどね。弓足があるから無理させなかった騎乗にも捉えられるわけよ。マジで弓足って全力でレース走ると競争能力喪失普通にあるからさ。競馬ゆっくりの獅子愛馬でもデビュー戦でぶっ壊れた馬と2戦目でぶっ壊れた馬がいたからね。つまり、アルセナールは全能力を発揮できないと考えるわけね。だから、単穴評価にしようと思ったけど、めちゃくちゃ怖いからやめるわね。は？いや、潜在能力なら一番だと思うけど、どうも足元が怖すぎるのよ。だから全能力発揮は難しいと考えるわね。だから指名は2頭のみにして馬券はサフィラの単勝に、ルージュスエルテとのワイドの計2点でバチコリよ。おお。結局アルセナールは外すわけね。競馬ゆっくりの好きなノッティンガムフォレストはアーセナルがボロボロになるまで痛めつけてくれたからな。はあ、それは関係ないだろ。まあ、弓足の馬は競争能力が高くても一瞬で競争能力が終わる可能性があるから、ここで無理はできないはずなんだよね。ここでアルセナールが勝って無事だったらマジでバケモンよ。おお。ちなみに川田のクイーンズウォークは切ったのね。まずこの特殊な馬場で大外枠なのがね。しかもこの馬は切れる足というより、持続力で勝負する馬で新馬戦と未勝利戦のペースが違うけど上がりは変わんないし。競馬場が違うから単純比較は禁物だけどね。で、まだまだ競馬を教えないといけない時期に前を追いかけて、足を潰すような戦法が取れるのかっていう疑問があるし、大外枠の振りは大きいと感じたから切ったわね。おお。テリオスサラもフェアリーステークスは出遅れぶちかましてるし、度外視して見直せる馬ではあるけど、外枠が気になるわね。この馬も前に取り付きたい馬だし、それだと外を回らされる確率は高くなるし、戸崎だしねー。そういう意味では馬場的にいらないと。あとは新馬戦、未勝利突破組ね。サンセットビュート森のレッドスターは中山でどっこいどっこいの内容だし、ルージュサリナスは根性見せたい競馬してるけどきらめくものは感じなかったかな。決して時計的に優れてるとは言えないし、ペースが速くて我慢した内容は評価できるんだけどね。でも、時計的に言うとアルセナールよりはみんな走ってるんだよね。こればっかりは弓足とルメールの不自然な止め方を信じるしかないんだよねー。競馬ゆっくりの馬体の見る目がないことを祈るけどねー。写真によっては弓足に見えない写真もあるからね。おお。なんだかアルセナールの出資者には悪い内容になったわねー。うるせえうるせえ。競馬ゆっくりはまだ1頭しか3歳世代勝ち上がってないんだぞ。クイーンカップに出られるだけでも勝ち組じゃ高級品だぞ。クイーンカップはシャインマスカットだよ。は？ああ。サフィラ。欲しかったなー。だから、単勝を対抗なのに買ったのか？にっこり。以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。